はい、京都の東山ドライブウェイを通ったところにある松蓮院門跡に行ってきました。その中に将軍塚清涼殿があります。この清涼殿の大きな舞台は京都の市内を一望できます。中庭も見事ですし、ちょうど紅葉がもう一番の見頃で大変綺麗でした。はい、将軍塚の駐車場から、東山ドライブウェイを走って、三条蹴上のところまで行きます。行きしは五条からこの東山ドライブウェイに入ったんですが、行きの動画は撮るのを忘れまして、これは、帰りの動画になります。もうじき三条蹴上の交差点に出ます。今日はここから、宝ヶ池の方に行きたいと思っています。ここを右折すると、南禅寺に行きます。私は、三条通りをまっすぐに行きまして、東王子通りを右折いたします。左にありますのが、京都ウェスティン都ホテルです。
次の交差点、東大内通りを右折します。ここから一路北に向かって走ります。はい、左の方は、京都大学の医学部の附属病院です。はい、この辺りから両サイド京都大学の校舎が続きます。この交差点が百万遍です。はい、前が叡山電鉄です。ちょうど電車が走っています。
ここの北大路通りを左折いたします。川端通りを越えて鴨川を渡ります。次の下鴨通りを右折してまた北に向かいます。山通りを右折いたします。右手の方がノートルダム女子大学の校内になります。はい、ここから宝ヶ池通りに入ります。何年か前に自転車でこの宝ヶ池も来ました。この左側の側道の方を走った記憶があります。はい、これで宝ヶ池の駐車場に着きました。以前は無料だったんですが、今はコインパーキングになっています。
駐車場に車を止めて、高田台系を一周歩きました。紅葉も非常に綺麗かったし、国際会議場も見れます。何人かたくさんの方が、遊歩道の方を歩いていらっしゃいました。紅葉も綺麗かったし、運動にもなりましたので、楽しい一日でした。